ロマリタイムフラワーという材料を集めるみたいなんで、ちょっと行ってみようかなと思いますが、場所簡単なのかな？普通に行けば取れるようなところなのか、じゃないの。マジックポケットを作るための材料を集める。作れるようになるのかな、俺らも。もしくはもらえるのかな。あ、簡単だった。これな。これっぽいな。水か。水なら。お、なんかやっぱ違和感あるな、これ。まあ、ゆくわきさん入れとこうか。雨だれ石をもうがつ。水元素で、この、ゆくあきさんの場合、この、横にくるくる回ってる剣が水元素を付与するから、体当たりで取れるようになるってことね。マルコット層。まだ取ってないやつはちょっと光ってる感じになってんのかな？取ったやつは特に光ってないと。水元素で取れると。繊維型ロマリタイムフラワー。あ、水元素付与するとなんか光って活性化したみたいになるんだな。なるほど。これ忘れんようにせんとな。どうやるんだったっけとかなりそう。旅人、仕事が早いね。こっちもいくつか積んでくれたよ。ほら、リネットもちょっとは手伝ってよ。無理。今日は省エネモードだから。じゃないと、歌劇場での公演で元気出ないかも。わかったよ。まだ公演まで時間はたっぷりあるんだけどね。とりあえず、ことは全部済ませたから、フォンテーヌ邸に戻らない？歌劇場に行く前にフォンテーヌ邸に行くのか？フォンテーヌの大都市フォンテーヌ邸、ちゃんと見ておかないとな。 さっき見に行ったんだけどな。し、また見て、あの子、あっちの女の子。別に何とも思わなかったけど。いや、明らかにスリだよ。実はマジシャンの手法は泥棒と似たところがあってね。どっちも人に見つからない前提で小細工を行うものなんだ。彼女の動きをよく見てごらん。静かに。彼女を捕まえる方法を考えよう。かなり警戒してるみたいだから、二手に分かれて行動した方がいい。君たちはあっちのリフトから上に先回りして、もし逃げるとしたら必ずあの方向を通るはずだから。よし、それじゃあ行くよ。あっちに行けと。この流れで上がるんだな。微妙に回転してるね。いや、気のせいか。気のせいか。お、とりあえずこれを解放しよう。
おお、ここまでか。縦長に解放されるんだね。なるほど。やっぱマップは開けとるのがやっぱ一番ええな。当たり前だけど。光ったような。あ、これは、水主人公になるんじゃないか？お、エラ呼吸できるようになるの？おお、これ、まあ、また泳ぐときにやればいいかな。ちょっと旅人入れてみようか。水主人公になるかな。次は何に会えるだろうか。お、水元素と共鳴する。おお、おお、どういう能力？大地を浄化できる激流を放つ。前方に向かって飛散する激流を放ち、命中した敵に水元素ダメージを与える。長押しで照準モードに入り、狙った方向に向かって、炉しずく。絶対違うな。放ち続け、命中した敵に水元素ダメージを与える。狙った方向に向かって、終了時、前方に向かって飛散する激流を放ち、命中した敵に水元素ダメージを与える。長押しによって発動した時、旅人にヒットポイントが 50% を超えている場合、ダメージは旅人にヒットポイント上限を元にアップ。50% を超えている場合、同時に旅人1秒ごとに一定のヒットポイントを失う。あー。飛散する激流を放った後、敵を貫く。あ、あるけ、旅人で、あれなんだ、対応できるんだ。なんか大事、重要になってくるみたいね。水元素ダメージ与える。飛散する激流を放った後、だから元素スキルでアルケイが発動するってことよね。おう。で、戦闘テンプ。ゆっくりと移動する浮遊水末を放ち、近くの敵に水元素ダメージを持続的に与える。長押しで発動した水門の剣による敵に命中した後、旅人の近くに減水の雫を生成する。旅人が減水の雫を拾うとヒットポイントが 7% を回復。この方式で生成できる減水の雫は1秒ごとに1つ。長押しで水門の剣を発動するとき、10万によってでヒットポイントを消費した場合、発動終了時に飛散する激流のダメージがアップ。旅人とこれ少ない状態なんだもんな。とりあえず今は置いとこうか。使い物にならんもんな。
まあ一応変えることはできたよと。雨だれ石をもうがつ。あ、ゆくあきさんとこにココミさん入れてもいいかもな。ココミさん入れようかな。慌てる必要はない。そうですね、今回の作戦は。で、泥棒を止めると。ん？ここか。こっちか。他になくなったものはないかい？いや、大丈夫だ。助かった。全然気づかなかったぜ。それじゃ、俺はこれで。本当にありがとな。は、取られたものはリネが取り戻したのか？ああ、でも残念ながら泥棒は捕まえられなかった。あの子、物を捨てて僕の注意を引いてね。その隙に一瞬で消えたんだ。その子が消えた大体の方向は見てたよ。でもあの時お兄ちゃんが足をくじいて、私もそれに気を取られちゃった。え、怪我したのかリネ？大したことじゃない、ちょっとくじいただけさ。もう大丈夫。お兄ちゃん善良でいるのはいいけど、もっと自分のことも気にかけて。公園に影響したらまずいわ。ごめんごめん、許してよリネット。はあ、それにしてもあの泥棒、身のこなしがすごかったな。ちょっと予想外だったよ。ま、少なくとも物は取り戻せたし、完全敗北ってわけじゃない。そんなにすごかったのか。まあでも結果は悪くなかったんじゃないか。リネの親切が無駄にならなくてよかったぜ。さて、ハプニングもこれでおしまい。さっさとフォンテーヌ邸に行こうか。あ、やばい、これ結局もう一回乗らんといけんくなるんか。いや、めんどいな。そうよな、それそうなるよな。これに乗ってフォンテーヌ邸に行くのか？なんか先進的な乗り物だな。フォンテーヌ人って本当に水を利用するのが得意なんだな。これは純水船だよ。フォンテーヌのすべての用地をつないでるんだ。これが結構便利でさ。まあ道中の景色はほとんど変わらないから、ずっと乗ってるとちょっと退屈かも。だからこそ君たちみたいな友達と一緒に乗らないとね。つまりお兄ちゃんは私と一緒にいても退屈って言いたいの？いやいや、そんなことないよ。ほら、リネットは普段口数が少ないでしょ。それにリネットと一緒にいるときはなんだか旅っていうより家にいる感じがして
そう。どこの兄ちゃんも妹にはかなわないみたいだな。そろそろ時間だ。早く船に乗ろう。誰だっけ？あいつも乗り込んだな。てか、あれださっきのあれと違う流れなんだ。君たちに会えるなんて、これは私の人生の中でもとんでもないビッグニュースよ。どうしてフォンテーヌに？君たちがフォンテーヌに来るなんて聞いてなかったわ。すごい偶然だな。オイラたちみたいに旅するやつはいろんな場所に行くから、オイラたちがフォンテーヌに来るのを誰も知らなくてもしょうがないぜ。まあ水神がどうやって知ったのかわからないけど。あ、そうだ、この二人はさっき知り合った友達なんだ。紹介は結構よ。かの有名な魔術師のリネさんに、その妹兼助手のリネットさん。このお二人のことすら知らなかったら記者なんてとっくに辞めてるわよ。はじめましてね、私はスチームバード新聞社の記者シャルロット。はじめまして、スチームバード新聞社の記者だったんだね。君たちの新聞社には以前、僕たちの公演の宣伝でいろいろと世話になったや。お会いできて光栄です。みんな顔見知りだし、なんだか一気にフォンテーヌに馴染めた気がするぜ。あ、そうだ、シャルロットは最近何してたんだ？また何かビッグニュースでもあったのか？最近はまあまあかな。ニュースの素材がないときは歌劇場で最近審理された事件とかを報道してるわ。同じ内容でも行動の仕方さえ工夫すれば読者の目を引くものになる。例えば詐欺師がいかに女の子の気持ちをもてあそんだかとか、金融犯罪の犯人が過去にパン1枚で5日間も食いつないだ経験とかね。はあ、そうなのよ。さすが分かってるわね。私が追い求めてるのは独占的かつビッグな超仰天ニュースだから。最近のこういう内容は私の才能を無駄遣いしているとしか言いようがないわ。あ、そうそう、実はある事件をずっと追ってるの。いえ、一連の事件と言った方が正しいわね。連続少女失踪事件のこと？ええ、これはフォンテーヌで最も謎に包まれていて最も話題性のある事件よ。もし連続少女失踪事件が解決したとき、一番に記事を完成させてスチームバード新聞社の一面を飾ることができれば、同業者はみんな涙を流して嫉妬するでしょうね。その時のためにもう素材は山ほど集めたわ。あとは真実が明かされるのを待つだけよ。連続少女失踪事件、一体どんな事件なんだ？犯人はまだ捕まってないのか？そうよ、一件目に起きた少女失踪事件はなんと20年前まで遡るわ。あの年代から現在まである一定の間隔を空けて少女が失踪してきた。みんな似たような年齢でどれも痕跡はなかったわ。さらに恐ろしいことに、失踪した少女は誰一人として見つかっていないの。その間に容疑者として逮捕された人も結構いるけど、逮捕からほどなくして事件は繰り返し発生した。この子と交代してみてます。了解。その可能性も十分あるわ。何にせよ全ての事柄には確かな真実があると私は信じてる。そして真実はいつか必ず明かされる。僕もそう思うよ。少なくとも失踪した少女の家族には真実を知る権利がある。想像したことがあるよ。
もしリネットが行方不明になったらってね。そんなことがあれば、僕はどんなことをしてでもリネットを連れ戻すし、絶対に犯人を突き止める。想像だけであってほしいものね。もうさっき来たんだけどな、一回。水の中も早く入ってみたいな。とても楽しかったわ。やっぱりこういった小さなサプライズこそ生活に欠かせないものね。オイラたちも楽しかったぜ。気づかないうちに着いちゃったな。うわ、この後まだ取材があるの。そろそろ時間だから失礼するわね。うん、またな、シャルロット。ええ、機会があったらぜひスチームバード新聞社まで遊びに来て。記者の仕事って大変そうだな。ところで、これからどこに行くんだ？その、もしよかったら先に僕たちの家に戻ってもいいかな。集めた材料を持って帰らないと。うん、もちろんいいぜ。フォンテーヌ邸は広すぎて、オイラたちもどこから回ればいいかわからないしな。さっき来たんよな。やっぱ流れに沿ってくる方がいいな。流れに沿ってきた方がよかったな。リーナがいる拠点に行く。この辺りは普通に行って、やっぱちょっと分かりづらいところで区切った方がいいな。あ、あいつがいるわ、新キャラが。ここが僕たちの仮住まいさ。あ、クレミネ、いたのか。みんなはどこ？この二人をみんなに紹介したいんだけど。リネ、リネット、みんなはさっき出かけたよ。そうか。まあ、お父様がそろそろ帰ってくる時期だから、みんな忙しいんだろうね。仕方ない。ああ、二人とも。この子は僕の弟で、フレミネだ。すごく腕のいい潜水士なんだよ。こんにちは。こんにちは。オイラはパイモンで、こいつは旅人だ。潜水士の弟がいるなんてすごいな。その、リネ、
ょっとこっちに。ん？どうしたの？何か話でもあるのかい？そうか、分かったよ。何かあったのか？いや、何でもないよ。火事とかそういう話。そうだ、フレミネ、旅人と一緒にマジックポケットの材料を集めたんだけど、そっちはどうだった？うん、僕も水中でいっぱい取ってきた。ちょうど渡そうと思ってたところ。さすがだね。やっぱり水中の方が効率がいいか。じゃあ急いで工房に送り届けよう。雨。雨が降ってきたみたい。本当だな。今の今まで晴れてたのに。フォンテーヌの天気って変なの。仕方ない仕方ない。歌劇場で審判がある日はいつもこんなにわか雨が降るんだ。安心して、すぐに止むから。僕はあの伝説を信じてる。フォンテーヌにはかつて水の竜王がいた。今はどこにいるかわからないけど、その水流が涙を流すと空から雨が降るって。小さい頃母さんに言われたことがある。雨が止んで欲しかったら空に向かってこう叫べばいい。水流、水流、泣かないで。もし本当に元素流なら、そういった不思議な力があってもおかしくないけど。おいらも試してみるか。水流、水流、泣かないで。何も起きないね。やっぱり伝説は伝説か。お兄ちゃん、ロマンのわかる魔術師になればもっと人気になれるかもよ。そうだね。もしかしたら知り合いでもない僕たちから慰めを受けても別に気分は良くならないってだけかも。今日の雨は結構降ったね。もうこんな時間か。まずいな。何かやることがあるのか？ああ、歌劇場でやる公演の準備だよ。どうにか今日の純粋戦の最終便までには間に合わせないと。公演当日は純粋戦でエリニス島に来て。歌劇場はその島にある。リネットが歌劇場前の噴水広場まで迎えに行くから。そのもう行く？どうしたんだいフレミネ、今ちょっと急いでて。あ、そうか、マジックポケットの材料を届けに行くのが恥ずかしいんだね。旅人、悪いけど頼まれてくれないかな。これらの材料をボーモント工房のオーナーまで届けてほしいんだ。フレミネはちょっとシャイなところがあってね。あそこのオーナーはおしゃべり好きだから、フレミネも昔から苦手みたいで。いいぜ、オイラたちが言ってやるから安心しろ。本当にごめんなさい。僕のせいでこの恩は必ず二人に返すね。恩だなんてそんなガチガチに考えなくていいぞ。オイラたちもどうせついでだからな。材料もあったか。ありがとう。あのお姉さんは本当に苦手で。工房に行く。ちょっとここマップ開放したいっすね。これマップ
このまま行くのかな。とりあえず七天神像、なんかこれホタル。七天神像が今まだ行けないのかな。この奥側、いやこの上か。その上っぽいな。これ多分どうやって行けばいいんだろうと思う人多いと思うから、ちょっととりあえずそこ解決しようかな。え、さっきの家どこだったっけ？多分この辺りから、この辺りで疑問に思うはずやな。一旦上に上がっていけばいいかな？どういう構造になってんだ、これ。あ、ここにフレミネ。とにかく上に行ってみようか。宝箱とかないの、これ。こういうとこに置きがちだからな。あ、でもここから上に上がれそうだね。上がれる。あ、これは、ウィークリーの人だ。まだ始まんないんだろうな、でも。まあ、それはいいとして、左斜め前方面。上がれそうなところ、あの水路のところから、あ、ちょっと待って、ワープポイントあるわ、そこ。ワープポイントあります。あの水路のところ、そっから上上がれそうだね。ここから上がって、上がれるね、多分。多分。もっと楽なところあるんだろうけどね。あ、やっぱこれ、体力使いすぎた。こう上がって、地方面、あ、あれだ。水路がここにあるから、多分そんなに難しいことはないんだろうけど、でもこっちから行くと、まずそうだな。あの中通れるのかな？一応こっちから行こう。あそこ開けないとちょっと分かりづらいよね。あ、あれで上に上がれんのかな。これで上に上がれるんだったら、
もっと下のところからこれ使って上に、一番上まで上がればいいって話になるよね。多分上に行けるんでしょう。選べるね。あ、オッケーオッケー。あ、いけるわ。よっしゃ、これ、ちょっとここの行き方を、やるか。アーカイブ切り替えて。